はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズ・トゥ・ナイトというわけでやっていきましょう。本日、フェラルフォードでございますよね、ございますね。21時48分。お、もうちょっと待って。そしたらさ、俺さ、思った、取れ出しまった。やめよう。いや、今ね、思ったんだ。スイッチハンマーもう一本持ちたいなって。元泣くね。あ、パルサ。スイッチャーマンないよね。もうない。やばい。こっちにとかないと。パルサ。うわー、これじゃないな。チャージもされてないし。大丈夫だよね。こっちから来るよね。おはようじゃない、こんばんは。やばいよ。うん、すげえ、頭二つ吹っ飛んだ。ちょ強い今の。頭二つ取ったゾンビの。殴れない。ういっ。じゃあ、餅つきして、その間に来たゾンビを俺が叩くね。オッケー。餅つきした。はい。オッケー。来たゾンビを叩く。あ、いや、殴られた。ご飯食べる。フラッシュライトついてる。えい、叩く。叩く。OK。リペア。あら。あ。叩く。待って、俺床抜けちゃいそうで怖いんだけど。バーアタック。やばい、床変えとけよかった。ねえ。ちょっと不安ね。パーアタック。生きてる。パーアタック。ちょ、リペア。床リペア。パーアタック。よいしょ。オッケー。これさ、あれだね。何でしたっけ、あいつ。お、怖い。あれ、警察官来たら大変なことなのね。いた。飛ばしてきたやつが痛かった。ちょっとアイテムしまいたいんだけども、行っていいかね。やばい。大変。なんて書いてある？あなたは擦り傷？任せる。それを使用することはできません。困った。擦り傷って何？擦り傷って何？アロイクリーム緊急回復キット。アロイクリームか。24分か。つかさ、パワータック強いね。めっちゃ強いね。レベル上がったね。うわ、こいつ、間抜けてきやがった。やばい、ゾンビが入って急放題になってる。大丈夫。問題ない。大丈夫？こっち回ってきてるよね、大丈夫、ちゃんと。大丈夫？おー、回ってきてるわ。今、殴ってる音聞こえた？ちょ、鉄殴ってる音聞こえるよね。やばい。オッケー。大丈夫ですよ。
ソミさん大丈夫ですよ。本日はスレッジハンマー体験会にお越しいただきありがとうございます。皆さんのために上質なスレッジハンマーをご用意いたしましたので、思う存分楽しんでいてください。殴られ放題ですよ。やばい起きてきてな。ちょっと切っとけよ。多分大丈夫。やばい、今やられ役の人来てたね。切られる得意な方が痛い。やっぱ起きてるくね。きっと起きてない。やばい、アタック。お前は死んでるのか。犬来た。なんかコムさんがね、うちのトウモロコシ返せとか言ってたけど、俺トウモロコシなんか取ってないよね。多分取ってないと思うよ。やばい、よし、取った記憶なんてございませんよ。人んちのトウモロコシなんて。リペアしとこう。よし、オッケー。いいよ、すごくいいよ。お腹いっぱいだね。大丈夫だね。よし、殴られてない。大丈夫。ピロチョコ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 。多少ずれてもね、パワータック広いからね、大丈夫だね。よいしょ、さ、おめえらマジこっから来んな。フェラルフォード中ではございますが、改築工事しようかな。なんか飛んでったね今ね。やばい、あの犬やべえ。あ、飛んでった。あの犬なんか髪貫通して外に出てった。倒したね今の多分ね。フェラル中ではございますが、見えねえな。これなんなん？肉？腐った肉？骨？あ、じゃあコムさんだ。コムさんの破片ですね。こいつ殴ってんよな。スリちゃんも頼むよ。頑張れよ。うわ、マジかよ今の。
ハイズリやばい、ハイズリやばい。やばいやばい。こうしよう。こうしよう。ダメな。痛い。バカ野郎。もうやべ。やめろ。足ばっか取れる、やべ。ヘイデン、やばい。なんか裏で家壊れてる音がする。やばいっす、これやばいっす、これやばいっす。ちょ、HP 回復しとこう。裏で家壊されてる音がする。やばい、ダメだよ。ゴムさんなかった。いや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 。よし。おおおおお。上ちょっとブロック変えようか、あれ。イエーイ、エーイ、イエーイ、イエーイ。痛い、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫？大丈夫だね。大丈夫よ。大丈夫よ。大丈夫よ。安心してください。リペアしますから。ちょっと待ってね。よし。大丈夫だ。ウィー。パワーアタック。リペリペリペリ。もうちょ、もうちょ、もうちょ。オッケー。楽ですね、このヘラルゴードは。だけどゾンビがたくさん来ることに危険度増し増し。お腹空いたな。でもヘラルゴード中にそんなこと考えてる場合じゃないと思うんだけど、お腹空いたな。あ、警察官だ。パーアタック、パーアタック、やばいやばいやばい、やばいやばい。え、倒したのか俺は。警察官倒したっぽいな。オッケー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 。とりあえず一人目の警察官は倒したっぽいぞ。今タレット休んでたら一瞬疲れたのかな、さすがに。よいしょ、頑張って。ちょっとこっち見る？大丈夫？痛い痛い痛い、大丈夫、大丈夫、大丈夫。痛い、バカやろうか。バーティング感染した。どっからだよ。どうやって家の中に間が入ってきたんだよ。聞いてねえよ、マジ。マジ開けたか聞いてねえよ。びっくりしたよ。びっくりしたよ。見えないとこから入ったか言ってんの。マジ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 、回復させて。
この辺明るくさせて。ワンワンしとく。やばいやばいやばい、殴られてる場合じゃない、警察官も来てる。うっ待て待て待て、しゃがむなしゃがむな、危ない、やばい、見た目がやばい、やばい、 HP やばい、なんなんこのこの辺のバフ、骨折してるのにパーダックスするのは良くないな。うわ、なんかなんかすごい継続ダメージみたいな音。うわ、警察官、警察官、やばいやばいやばい、どうしようどうしよう、やばいやばいやばい、マジやばいマジやばい、今回に限ってマジやばい、今回に限ってマジやばい、マジやばい、いつ終わるの？警察官。やばい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 やそういう夢がクラッシュそういう夢がクラッシュってなんやねん。警察官、警察官、やめてやめて、何も何も違法なことしてないっす。あ、アウチアウチアウチ、あ、オーバーキル、オーバーキル、何も何も、家の守りをうっすらしただけです。これ直そう。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 直そうとかやってる場合じゃないけど直そう。階段、階段、階段、階段。これ。あ、俺もしかしてウェラルホール生き延びた？朝？朝です。朝です。ちょっと待って、ハゲタカよ、あのハゲタカ。あのハゲタカのせいで全てが始まった。まさか家の中にハゲタカが入ってこようとは。マジかよ。とりあえず朝日を拝めたぞ。やばかったな、あのハゲタカ。あいつが全てを切り口作ってったな。まさか余裕かもしてたのに、もうなんかバフ三昧になると思わんかったわ。なんて、なんかすげえすげえバフがボン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 出てたような、早く直しています。 OK、 そういう手当てしている。さらなるクリティカルヒットは腕の骨折を招く。
腕骨折してたのかな、もう何が起きてたかわからないんだよ、本当に。本当にもう、本当にもう、ポロ、ポロのポロ、ポロだったからね、今な。しかも HP の上限めっちゃ減ってたし。こっちもある、こっちもある。よいしょ。よいしょ。やべ、汗かいてきた。性能の見た目超かっけえ。俺これに転職したい。ただのものなんだろうな。パワータックダメージ71、近接ダメージ35。お、強い。パワータックダメージ50。こっちよりこっちの方が強いぞ。説明は、丈夫な刃がついており、木材の収集に役立ちます。やっぱやっぱただの斧だよな、これな。リペアしとこう。リペアするために材料がありません。さっきしまっちゃったから。危な？フィラル中にこれリペアできなかった俺。大変なことになってたね。大事件だったよね。何これ。引き金グループ。改造、バーストか。とりあえず生き残ることができました。今日もびっくりしたわ。そろそろさ、本気で改造しないといけない気がするけど、どう改造していいかわからないね。まあ、少なくともハゲタか、まあ、一周外周見てみましょうか。うちの家被害チェックということで、大丈夫そうだね。入り口は大丈夫そうですね。ハゲタカだな、ハゲタカだな、ハゲタカはマジで困ったな。まあ、俺が気づかなかったってことは、こっから入ってきたんだろうな。でもうちの家スカスカだからな、ワンちゃんどっからでも入ってこれるんだよな。地下見に行こう。これリペアして、地下はどれぐらいの被害にあったのか。これを持って、ここ削れてるけどこれ関係ないよな、多分ね。こっちたくさん殴られてたよね。下は殴られてるだけで、そこまでだったのかな。なんかそこまで、あ、減ってる。ここだ。ここが本命に削られてた場所なんだ。で、ゾンビはこっちまで回り込んでこないと。これ閉められてる扱いなんだね、ここね。なのでここにいると、そこを殴ってくるってことが分かったね。なるほど。なるほど。そしたら、こっち辺なんか作れば防御もうちょっと硬くなりそうだよね。とりあえず今回はここで終わりにしましょう。生き延びました。私 HP が減っております。よいしょ、これ食べて。これさ、 HP の条件なんで俺こんな減ってんの。 10.4 16 10.26 ぐらい、30 40。うわ、怪我しまくって上限減ってんだな。やばいね。やばいね、HP 上限減りまくるの。ちょ、HP 上限減りまくるから HP 上限上げとこうよ。どれだ？知能、強さ、近く。やっぱこれか。
ないな。鉄の胃袋、これか。有酸素運動、スタミナ回復、ダッシュ中のスタミナ回復。スタミナはね大丈夫そう。セキュリティになりにくくなる。 HP 条件レベル上げるしかないのかな。レベル条件しかなさそうだね。まあ今度のんびりチェックしてみるか。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。 AK が仕事してくれたわ。リロードせずに3発しか残ってなかったもんね、一回ね。あれは危なかった。あれは危なかった、本当に。なんでないんだ。それと、9枚取って、セクシーティラノサウルス、あ、違う。スカルクラッシャー4枚取ったら、だいぶ強いってことが分かったね。だいぶ強いよ。スイッチは石ハンマー最強。わからんわ。あ、気絶する確率 20% 低下だって。というかさ、俺気絶しなくて済んだね、今回ね。あんだけ来て気絶してたら終わってたな。むしろ気絶してたのかもしれない。なんかもうね、知らないバフがつきすぎて何が起きてんのか分かんなかったね、自分で。とりあえず、とりあえず次からのフェラルフォードは、このインベントリの方に必要なものを入れとこう。もうね、開いて使うのはちょっとやばいかも。殺傷能力、真の格闘家。頭爆発できます。そうしましょう。というわけで、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。次回、お隣の家行きたいけども、ちょっと改築工事もするかもしれないし、わかんないです。というわけで、朝日見れた。政治家でしたっけ？